マキシム・ガウチ、イタリア語名は、マッシモ・ガウシは、マルタ生まれで、イギリスで働いた、版画家である。多くの植物学書の図版や、肖像画を制作した、マルタ島のバレッタで生まれた。マルタ在住の画家、ミッシェル・ブーズチルに学んだ後、当時、マルタを治めていた、マルタ騎士団のグランドマスターの推薦で、ローマのアカデミア・ディサン・ルカで学んだ。1908年に、 パリに移り、結婚した。エジプトや中東で過ごした後、ロンドンで移り、工房を開き、視力が衰えるまでイギリスで働いた。植物学書の図版としては、ナサニエル・ウォーリッチの著作、プランテ・アジアティッキー・レ・エライアーズや、ジェームズ・ベートマンのオーキッド誌、オブ・メキシコグアテマーラなどで、高い評価を得た。ジョン・フォーブス・ロイルのヒマライアン・マウンテンズ。 フローラ・オブ・カシミアの通販も制作した。ナショナル・ポートレート・ギャラリーに収められている多くの肖像画も制作した。息子のウィリアム・ガウチは風景版画を多く制作した版画家で、ボール・ガウチも父親の工房を引き継ぎ、版画家として働いた。ありがとうございます。